僕たちが生まれて初めてしたこと。おぎゃー、命の限り声を出し続けたい。子供アニメ声優教室。子供アニメ声優教室ツイキャス。この時間は子供アニメ声優教室の DJ そう、こうさんがお届けします。本日のゲストは7子中2はい、小5です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、久々のツイキャスということで、もう3月で、まあ、卒業、世の中は卒業シーズンということでね、なんかそう、もうすぐ卒業とかないよね。そっか、来年か来年か、どっちも送る立場。まあそんな感じの、楽しんでください。私は高校を今年ね卒業するので、晴れて大学生です。来年から、今年からか、それから始めていきましょう今日も。それでは、まあ、本日のトークテーマはこちら、ババン、特技。はい、特技ということでね、なんか特技あるっていうのがあるかな。うん、特技、特技っつったら、まあよくプロフィールとかに趣味特技っていう、趣味と特技を一緒にしちゃうっていうのが趣味なのか特技なのかよく分かんないよねっていうのがあると思うんだけど、なんか、まあ、特技ありますか。これだけだったら誰にも負けないぞとか言われるぐらいっていう感じの、なんかある。ななちゃん、そうですね、私これだけなら人に負けないぞっていうのだったら、うん、なんか、うん、本とかそういう、なんか雑誌とかでも、はいはい、なんか学校での教科書とかでも、はいはいはい、そういう本とかは一回読むとなかなか、うん、その、はいはいはい、ずっと読み続けちゃって、なんかその意識が浮上してこないって、集中しちゃって、ずっと読み続け、集中力が高いことはちょっと人に誇れるかなっていうところではあるかな。集中力あるとね、ずっと読み続けられるっていうね、集中力を鍛えようって思って鍛えても鍛えられないっていうことが多いからね。うん、なんかある、なんか料理とか、なんかスイーツとか、よくお姉ちゃんにご飯とか作ってあげるから、なんかちょっとしたものなら、へえ、お、家庭的な、すごい、あ、いい特技です、うん、誇っていい特技。家で料理なんてね、そんなしない普通はね、もうその年で家で料理してるっつったらすごいっていう、みんな言うと思うから、うん、誇ってもいいと。どういうの作ったり、卵焼きとか、なんか一番特技って言ったらやっぱりパスタとか、すごい、すごい本当、もうそれだけでも、そ、世の中に出れるっていう特技じゃんね。もうね、いいね。最後に作った料理なんだろう。多分冷凍のラーメンを温めて、こう、はい完成みたいなのが、お湯入れて完成。あ、ね、そんなのがね、もう発達しててもね、冷凍食品の発達がすごいっていう世の中になってきてるからね。うん、私も今日の夜ご飯で冷凍食品のパスタ食べてきました。すごい、なんでだろうね。ここまでマッチングしてる。うん、そうくんの特技とかは？俺の特技、私はね、特にないっつってもね、まあなんだろう、特技っつったら、ずっと家で何もしてないみたいで、ぼーっとしてる生活を送ってるから、長く寝られる。ことぐらいじゃないかな、特技っつって、ね、寝ようと思って寝て、まあ明日6時に起きないとなーって思いながら10時ぐらいに起きるっていうそんなね、特技っつっていいのかよっていうぐらいね。特技だと思いますよ、いっぱい寝れない人とかも中にはいるもんね。そうそうそう、そうだね。これから身につけたいもの、まあ、これから身につけたい特技とかってある？身につけたいの、身につけたい、例えばなんだろうね、ジェンガを絶対に崩さないっていうのとか、風来たから、あ、これこの風来たから、あれ今日洗濯物何個飛んだかなっていうのが分かるそれ前特技というより超能力的な、そっちがそんな感じの、なんかある？2人、おばちゃんはなんか、おじいちゃんとおばあちゃんがテニスコートのコーチだから、なんかもうちょっとテニスとかできるようになって、テニス女子、テニスもね最近すごい話題になってて、東京オリンピックでね、誰が出るのかっていうのを
みんな期待してるところだよね。うん、奈々ちゃんある？つけたいとき、身につけたいとき。そう、なんか友達がよくなんかその、うん、アニメとかのキャラクターのなんかモノマネをやっててすごいなって思うので、うん、その自分も声真似とかしてみたいなとは思いますね。うん、ね、モノマネ身につけたいよね。ってモノマネできるだけでさ、絶対どっかしら生きていけるよねっていう。なんか無茶振りされてもこのキャラやったやつされても、あできるよっつって逆に返して、じゃあできんのって相手聞き返してね、一芸としてね、使い回せる感じで回せるね。それだけでも絶対いいと、うん、みんなすごい得意を欲しがってるね。あってね、うん、困らないですから、あって困らないもんね。私はね、なんだろうね、特技身につけたい、あれだな、やっぱり電気の切れ具合が分かるという、静電気をね受け付けない、止まってしまう。いや申し訳ございません。いやーなんかね、止まってしまって申し訳ない。話がぶつ切り今と言ってたらもうおしまいの時間になって、なんか配信でちょっとグラグラになってしまい申し訳ございませんでした。うーん、なんかまあね、特技をいろいろ身につけたいなっていう今回のお話でした。はい、ということで次回の放送は3月5日の19時から東村山教室にて行いますので、よろしければそちらも聞いていただけるとありがたいです。もう今年も始まって3回目だけど、うん、どう、なんかどうだった今回は。特技って大事だな。おうちゃん2回目慣れた？慣れて、うん、それは良かったです。余計なことを言うな。そのマイクこそこっちへよこそ。おや、俺の台本盗んだな。この台本は俺のものじゃないか。貴様こそ俺のものを盗んだのだ。子供アニメ声優教室。